浅井の真の盟友は朝倉なり。義の名のもとに信長を撃つ。桶狭間で織田軍は勝利を収め、名門今川家は滅亡する。この後、織田信長は京に入り、瞬く間に畿内を平定すると、朝倉氏を討つため越前へ遠征する。破竹の勢いの信長が、その背後に妹婿浅井長政の軍が迫った。長政は朝倉との同盟を重んじ離反したのである。強撃を逃れるため総撤退を命ずる信長。生還の望みなきしんがりを担うのは羽柴秀吉と前田利家だった。絶体絶命？へっ、男をあげる絶好の機会だぜ。第2話金ヶ崎撤退戦、鬼柴田が軍の魂見せてやろながまさ。ぜひもなこの七を超えてこそ信長が軍ぞ。京へ戻ろう。各軍はしんがりの役目見事果たせ。これが鬼柴田にしたで仁義張ってる前田利家だ。命いらねえやつらかかってきな。いざ尋常に勝負。敵将取ったぜ。この程度では満足できない。敵将取ったぜ。完璧に出しました。欲しいな。わしらの目的は信長様を逃がすことじゃ。どうすりゃこの絶体絶命の状況でそれができるんだ。教えてるわ、欲しいやつ。目の前に敵を撃て。それがそれが戦場ですべきことか。戦で秀吉。やっと来たか。信長音で信長を逃がす。その報復恐ろしかろう。信長の退却見事止めてみせよ。この乱世は終わらないでしょう。ここであの奥を死なせるわけにはいきません。いざ戦わん。そして参る。ここで手柄を立てりゃ出世できるんじゃ。みんな死ぬんじゃねえぞ。敵待っていた。男をあげるぜ。この程度では満足できぬな。ったぜ。さすがは年上じゃ。やるぞ。もう簡単に逃がすと思うたか。
やばい、信長様を助けに行かんと。さすがは槍のマトコです、ね、褒められて嬉しいぜ。俺んこと褒めねえし、褒められてえな。おっとあげるぜ。トシエ派手にやっとるぞ。目の前の敵撃ち尽くし、鬼柴田が軍の魂見せてやる。その調子だ。熱い戦にして熱い魂見せるんじゃ。黙って目の前の敵を撃ちゃ。いざ尋常に勝負。敵者を撃ち取ったぜ。この程度では満足できぬ。押して参る。柴田が軍の魂見せつけられるか。さすがだな、トシエ。その調子で信長様を脱出地点までお連れしようや。はっ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 は
程度で信長を止めようなど少子よ。長政様本体もすぐに来る。悪いかな信長。見事な腕前です。秀吉、お前と一緒に戦うのは面白い。そうか、それはよかった。欲しい、どうじゃ今後わしんとこで動いてみるっちゅうのは。敵さん、そこまで。さすがは利家じゃ。やるぞ。織田の撤退を阻むのだ。天網開会すぐ閉まらせず、ついに浅井軍到着よ。全軍勇猛の進撃、信長の下路を撲滅するのだ。迷いません。私は長政様の妻、そして織田と戦う定めなのです。森役太、敵も手を選んでらんねえってこったな。今は未だ信長を欲する名のある武士とお見受けいたす。いざ尋常に勝負。この程度では満足できない。Yeah!
この程度では満足できぬな。されていますね。さっき話して一つ一つ稽古だ。おじきは不器用だけど、俺はそんなおじきが好きだ。だから今までもこれからも。わっとる。柴田殿のために来るんで構わん。それでもわしにはお前が必要じゃ。柴田が軍の魂見たか。